はい、ではこれから上り坂行きます。今はライトだけつけてアシストは効かせてないです。はい、ではこれから上り坂です。電源を入れます。あ、はい、上り坂です。上り坂ね、SPA の時にレビューしたかと思うんですけど、まあ、このエネループバイクってね、時速24キロ直前までね、しっかりアシストを感じられるんですよね。で、まあ、高速域のアシストは結構強いです。まあ、ブリヂストンのデュアルドライブ車アルベルト E とかよりはね、強いと思います。ビビチャージよりはちょっと弱いけど、でもまあね、ビビチャージとあんま変わんないぐらい強いです。はい、今ね充電に切り替わりました。で、まあただね、そのアルベルト E とかブリヂストンのデュアルドライブ車が、まあ、弱いわけではなくって、やっぱ音ね、音がね結構、まあ、この NLF バイクとかビビチャージでするんで、まあ、それでよりねアシストされてるなという感覚があるという違いはあるかもしれないです。感覚的なもの、アルベルト E とかブリヂストンのデュアルドライブ車はやっぱちょっと静かめなんで、だからアシストめちゃくちゃ効いてるっていうのが、まあ確かにまあ、楽なんだけど、まあ、音がねそんなにしないから、まあ、アシストめっちゃされてるなって感じにはならない、まあ、だ速度で見るとねあんまり変わんないんですけど、でもまあビビチャージはちょっとねやっぱり速いかな。みんなその辺の体感の違いっていうのはあるかもしれないです。あと振動ね、振動も、まあ、特にこのエネルフバイク、まあ、ビビチャージもそうだけど、まあ、モーターがね動いてるとき、モーター回生とかアシストしてる時っていうのはちょっとね振動があるんですね。ハンドル全体に今もね結構振動してます。でこの辺の振動っていうのがこれ経年劣化によるものかもしれないけど、ビビチャージもね、これ別に経年劣化じゃなくて、おそらくね最初からあるというか、まあ周波数が結構低めなんで、まあ、振動を感じるというか、まあ、それにやっぱ音っていうところはね、感覚的にアシスト効いてるなっていうのがはっきり分かるのがエネルフバイクとかビビチャージかなっていうふうに思います。まあ、静かな方がいいっていう方もいると思うんで、まあそういう方はねブリヂストンのデュアルドライブ車の方がいいんですけど、まあね、ある程度音があった方がちょっと面白いかなと、乗り物に乗ってる感じがするんで、個人的にはまあエネルフバイクとかビビチャージの方がね、その辺に関しては好きです。まあアシストも若干強いかなと、まあ、それは冷静にねこの速度とかを見ても、まあ若干ですけどね、まあ、エネルフバイクの方がベルトイとかよりは強いかな。今ね一速にしましたけど、この辺やっぱ重いギアにしてるとアシストにね切り替わりやすいです。でこれはビビチャージも同じなんですけど、でもねやっぱりこのエネルフバイクの方がよりねギアによってねアシストになるか、ギアが重いか軽いかによってアシストになりやすいか、回生のまま、まあ、充電のまま走りやすいかというのが大きくね違うように思います。はい、今はねちょっとブレーキレバーを握ってました軽く。はい、で今離しました。今みたいなことはねビビチャージだとずっとブレーキレバー握ってないとねできないですね。はい、ちょっとね一回停止しますね。はい、今ほぼ平坦なんですけど、はい、この状態で、まあ、ブレーキをねかけないで加速すると最初だけアシストかかって、で、すぐにねこう充電に切り替わる。まあ、この辺の挙動はねビビチャージと、まあ、大体同じなんですけどね、まあ、ほぼ同じです。だけど最初ブレーキをねこう握りながら走って、回生かかってその後ブレーキをね離して、その後ずっと回生が持続すると、これがねビビチャージと違うんですね。
まあ、今みたいな低速域10キロ以下ぐらいだと、もうブレーキ離したらもうペダル漕いだらすぐアシストになっちゃうんだけど、ね、このエネループバイクのエコ充電モードは低速域も充電走行できると、うん、ペダルを強く踏まないとアシストに切り替わらないということですね。まあ結構単純な制御っちゃ単純な制御なんですけど、うん、でもこっちの方が思い通りには操作しやすいですね。で、はい、今ちょっとアシストに切り替えます、はい、アシストに切り替わっても今ブレーキをね軽く握ってすぐ回線になると、うん、いやこれ非常にいいですね本当ね。いやこれは平中電モードにも採用してほしかったな。あ、本当低速域でねアシストをかけようとするっていうのはまあ理解できるんですけど、アシストかかってその後こう回線かけてすぐに充電に切り替わるって、これはねビビチャージでも採用してほしかったですよね、うん、まあなんか意図があってこうしなかったのかな。まあとにかくねやっぱこの3用のねエコ充電モードのこの制御は、まあ、個人的にはすごく素晴らしいですね、うん、あのもう文句はほとんどないです、うん、あの24キロ以上で回線効かないのは、まあ、これはね仕方ないんで飛行場ね負荷回転数が24キロに設定されてるみたいなんで、まあそれは飛行場の問題なんで、まあ、あの仕方ないとして、うん、だからその辺もう気候のこととか、あと、まあ、あのハード的なあのスイッチとかのこう、まあ、出来というかですね、あのお金かかってるレベルで言うとやっぱりビビチャージの方がねその辺はあの、まあ、完成度はね全体的にはやっぱ高いかなっていうのはあるんですけど、でもこの制御だけで言うと、うん、まあ、エネループバイクの方がいいんじゃないかなというぐらい、まあ、このね SPL シリーズですね非常にいいですね。まあこれでも人によるところなんで、まあ人によってはねビビチャージの方がいいっていう方もいるかと思いますけど、まあでもまあそもそもね平充電モードとかエコ充電モード使ってる人があまりいないと思うんで、なかなかねあのそれの判断は難しいと思うんですけど、個人的には、うん、やっぱハイブリッド車、車のねハイブリッドシステムいろいろ調べてる身としては、あのこっちの方が要はエンジン始動停止じゃなくてモーターのね一向回生っていうのはね、アシスト回生っていうのを思いのままに操れるんで、操りやすいんでね、なかなかいいですね、まあ、ビビチャージね、あの再販してほしいって何回も言ってますけど、まあ、もしね再販されるとしたらぜひ、回生この、はい、ブレーキをこう握ってすぐ回生に切り替わった後は回生のままね走ると、まあもちろんペダル強く踏んだらですけど、アシスト中でもブレーキをちょっとこう握ってすぐ回生に切り替わってそのまま充電し続けるって、これはねぜひビビチャージね、まあ、 あの再販復活するときにはね採用してほしいですね。まあそもそもあの裏モードをねつけてほしいってことで、まあ、エコ充電モード、平充電モードはまあ採用しなくてもいいかなっていう話をしましたけど、でもねあのこれ乗っていや平充電モードねいいかもしれないし、あのエコ充電モードこの3用のエネループバイクのエコ充電モードの思想で平充電モードをねぜひ作ってほしいなっていうふうに思います。まあ平充電モードがあって、でそれは前の動画で言った通りねロングモードもあって、でさらに裏モードがあると一番いいですけど、まあ、うん、そうですね、エコ充電モードをこれあの長押しで切り替えますよね。あのエコ充電モードのレビューですね、ちょっとねあの価格 .com 探したら出てきて、でそのレビューされている方であのこのエコ充電モードすごい気に入ってるって方が、ね、いらしたんですけど、まあ、その方はね長押しがちょっと使いにくいと、エコ充電モード結構使う人間からするとやっぱり長押しっていうのがあのまあ面倒くさいんで、うん、もうちょっとすぐ切り替えるようにしてほしいっていうふうに書いてありましたけど、まあでも多くの方がそもそもエコ充電モード使わないと思うんで、まあ、それ考えたら私的にはこの設計はいいかなと、このユーザーインターフェースがね、要はエコ充電モードにするときに電源入れてすぐになんなくてここでね
長押しが必要っていうのは、まあ、これはね、個人的にはいいかなと。で、まあ、ビビチャージ再販するときに、まあ、平中電モードを作るとしたらまたね、その時は平中電モードに切り替えるときは、まあ、下矢印に長押しとかね、いう風にして、まあ、あんまりね簡単に平中電モードには切り替わらないようにしていいんじゃないかなっていうのは個人的にはね思いますね。はい、まあ、だからもうほとんどねこの設計思想というか、設計思想はもうエネループバイクのこのエコ充電モードをそのまま受け継いでた形でビビチャージ再販してほしいっていうのはまあ個人的な思いですね。まあ、もちろんねいろんなちょっと使い方によってはね違う意見もあると思うんですけど、まあでもね本当に今回このエネループバイクのね STL シリーズ、まあ乗ってですね、いやーやっぱ三洋のこの制御ってすごくいいなっていう風に、これ優れてるっていう、まあでもやっぱりそうです、優れてるっていう部分大きいかな、まあ、個人的にはすごくいいなというふうに思いました。いやだからこの制御でね平中電モードをビビチャージがなこの制御と同じような感じの制御で、さらに、まあ、ビビチャージね、まあ回生ブレーキがね30キロ近くまで効いて、でパネルもね豪華なパネルだったら、これはねすごくいいですね。まあね現状やっぱりね、まあ、アルベルト E とかはアルベルト E でその良さがあって、まあ、時速30キロ以上でも回生効くというところは、まあ、ビビチャージでもできない技なんで、まあ、モデルによってねいいところ悪いところってやっぱ全部あるんですけど、まあ、もしねこの制御をビビチャージが引き継いで、でほぼそのままね引き継いで、で、まあ、30キロぐらいまで回生できるってなると、これはね多くの部分でブリヂストンのデュアルドライブ車に、まあ、勝てるんじゃないかな。まあでもやっぱ使い方によりますかね普通に使う方だとやっぱブリヂストンのデュアルドライブ車で、まあ、そもそもねそんなにモード切り替えとかしないと思うんで、まあ、そういう方はシンプルのパネルでもいいのかなと思いますけど、電源オフしか使わなかったらね。まあでもやっぱこうニッチなというかマニアックな、いや本当ビビチャージってね、ビビチャージはねなんか大学の教授とかがね愛用してたって話をね前そうだ北海道に旅行に行った時にねちょっと自転車屋さんで聞いた話で、まあ、ビビチャージ全体的にはねやっぱりあんまりこう評判良くなかったけど、でもなんか札幌のなんかどっかの大学の教授がすごく愛用してましたっていう話をね聞いたことありますけど、まあそうなんです、やっぱりねビビチャージとか、まあ、このエネループバイクもそうですけど、好きな人は好きなんですよね。であとは大学時代にですね知り合った京王電鉄のですね運転手さんも、まあ、エネループバイクね5年ぐらい前の話ですけど愛用されてましたからね。やっぱね鉄道を好きっていう方とか、まあ現役、あその方現役じゃなかったかな、まあ、運転手さんとかね、やっぱねエネループバイク、さりげなくエネループバイク乗ってるとかねいうのはあるし、まあやっぱりそうですね、ちょっとそういった分かる人に売るっていうところでいくと、まあブリヂストンのデュアルドライブ車はちょっと面白みに欠けるっていうのは正直あるんですね。まあ頑張ってるのも分かるし、まあというかブリヂストンはすごく頭がいい会社だなというかですね、容量がいいなっていうふうに思うんですけど、まあその辺ちょっとパナソニックサイクルテックの方はまあすごくいいものを出してるんだけど、ちょっとなんていうかなもったいないなというか、せっかくいい技術持ってるんだけど眠ってるなっていうようなところが、まあ、ビビチャージに関してはソフトですね、もう少し改良の余地があるかなってところで、思うんで、まあぜひですねそのパナソニックが、まあ、ブリヂストンにない強みっていうのはね、まあ、ビビチャージの次出るモデルでですね、実現、他社にない強みをですね発揮していただきたいなというふうに思いまして、その、まあ、ビビチャージ再販するにあたってはぜひですねこのエネループバイクの、まあ、原点に立ち返るって言ったらあれですけどまあね
まあ、このエネルフバイクの SPL シリーズのこの制御ね、ちょっと取り入れてほしいなっていうのは正直思いましたね。でこれ本当にこの乗って分かりました。乗る前は、まあ、正直ねこの自転車を買った理由ってね、まあ、先ほどそのエコ充電モードの話言いましたけど、まあ、それももちろん調べたかったっていうのあるんですけど、もう一つねパワーリザーブ機能ですね。これちょっとまだねこのバッテリーがねあんまり減ってないんで使ってないんですけど、まあ、これついてるバッテリー 7.6 アンペアは、まあ、8アンペアはくらいかな。でその残り1アンペアはしかないという状況ですね。残量が残り1アンペアになったら一旦電源が切れて、でその後はね電源ボタン長押しでアシスト再開するという、まあ、電池切れの不安をちょっと軽減するっていうようなモードがあるんですけど、まあそれねそのパワーリザーブを残り1アンペアを使わないで電源長押ししないでね、その残り1アンペアアワー分を使わないような使い方をすれば普通の自転車として使えるのかな、普通の自転車の回生ブレーキが使える普通の自転車っていうね、電動アシスト自転車じゃなくて本当に普通自転車として使えるのかなっていうふうに思って、まあ、購入したっていうのがあるんで、まあバッテリーね定期的にこう家に持ち帰って充電っていうのはしたくないというかっていうのも、まあ、中古でねエネルフバイク買うってなって、まあ、バッテリーの持ちがそんなにいいとは思えないんでね、もう10年前のモデルですからね、なので、まあ、それもそもそもそのバッテリーの状態ってあんまり私ね気にしてなくて、というか、まあ、そもそもそのバッテリーをあんまり使わないような運用するっていう前提で買ってるんで、で、まあ、そのバッテリーを使わない、まあ、使わないというか、まあ、回生ブレーキのために使うっていう感じ、で、まあ、いざねこう上り坂登るときは、まあ、そのパワーリザーブを開放して予備分のね1アンペアを開放してあげるというような使い方をができて、まあ、実用的に使えるかなと思って買ったっていうのがね一つの、まあ、理由なんですけど、でもなんかいろんな発見がねありましたね。まだそのパワーリザーブ開放してないんだけど、でもエコ充電モードだけでこんな感動するとはねちょっと思いもよらなかったというか、度肝を抜かれたというかですね、いや平地充電モードと全然違うじゃんと、似てる部分もあるんだけど結構違うというところで、まあ驚きがありました。でこの自転車ね本当に実用性が結構高いんで、まあ、前買ったその SPA の方はね、まあ、個人的にはね、まあ、ちょっとねやっぱアルミニウムっていうのがあるんで、ね、耐久性、まあ、ちょっと微妙かなっていうのがあるんで、長距離に乗るとかなった時ね、近場とかだけだったら全然いいし、乗り方によっては、まあ、それこそ私みたいにね基本こう車道を走って段差あんまりないようなところで運用してれば、まあそんなにねへたることはないとは思うんですけど、まあなんとなくというか今までの私基本的にステンレスリムってねいうのはねこだわりがあって、まあ別にでもいや逆に SPA は買ってアルミニウムでも軽快でいいなと思って、まあそんなにね耐久性問題ないんであれば、アルミニウム全然ありだなってそういう発見にはなったんですけど、でもまあねこの SPL の方はステンレスリムなんで、まあ、ちなみに SPA もねアルミじゃないモデルもあるみたいなんですけど、まあ、でもやっぱり結構見たのはね街中で割と見かけたのはアルミの方ですね。確かに。でこの SPL シリーズは全部ステンレスリムなはずです。この SPL シリーズ本当にねライトボタンだけで独立して操作もできるし、エコ充電モードもあるし、ライトボタンだけでね独立して操作もできるし、まあ、エコ充電モードもねあるし、まあ、すごくね実用性が高いんで、まあ、しばらくね、
これはあの本当胴体保存じゃなくて、ね、使っていこうかなっていうふうに思ってます。はい。でまあね、こういうふうにエコ充電モードで走り続けるとやっぱねスピードはあんまり出ないんですよね。だからまあいい運動になるっていう感じです本当にね。アルベルト E とかは、まあ、その充電モードはないんで、まあ、負荷を上げる場合は体力がある場合はペダルどんどん漕いでスピードを出す。でスピード出すとね空気抵抗が結構大きくなって、うん、まあ、それなりに体力を使うというか目的地に早く着ける、目的地に早く着くことによって運動にもなるみたいなねところがある、運動量が増えるってところあるんですけど、まあ、ビビチャージもねそれは同じですけど、この自転車のビビチャージは、まあ、平充電モード、エコ充電モードっていうのがあるんで、まあ、それを使うとゆっくりね走って充電するというところで、まあ、ゆっくり走っても、まあ、充電、まあ、効率よくというか効率よく運動できるってことかな、うん、なので、まあ、その辺ねどっちもどっちでねすごく面白いんですけど、まあね、時と場合によるかな。やっぱ急ぎたいときはね、アルベルトEの方がいいですね。そんな平地充電、まあ、エコ充電なんかしてる場合じゃないで、特にね、私もこう会社の行きね、行きはね、あんまりエコ充電使わないで本当オフで走ったりしますけど、でも帰りはね、まあ、結構最近だと本当運動不足なんで在宅勤務の日が多いんでね、だから積極的にこうエコ充電モードをね使って帰りは帰るという形で、まあ、だから本当運動効率を上げるっていうのはね非常にこのエコ充電モードとか平充電モードは使えるで、まあその運動効率を上げるってところで言うと、うん、平充電モードよりこのエコ充電モードの方が使いやすい。なぜならアシスト結構かかりにくいから、ペダルを、まあ、結構強く踏まないとアシストにならないんで、充電のままになるから、まあその辺はね充電志向とか運動志向の方はこのエコ充電モード非常にいいと思います。はい、ということで今回は三陽エネループバイクの SPL シリーズ、エネループバイクの末期のモデルですね、三陽電機がパナソニックに吸収される直前に出た最後のモデルについてデビューさせていただきました。ご視聴ありがとうございました。